関織子です。春の家旅館に住んでます。いらっしゃいませ。お前、俺が見えんのか。友達できたわ。ここ気に入っちゃった。美味しかったです。おっこが春の家の若女将になる。うん、あなた若女将じゃなくてバカ女将じゃない。みんな心配してくれてるから頑張らなきゃって。バカ、俺らもついとる。よし、何でもかんでも頑張らなきゃいけないって考え、僕嫌いだね。なんであんな奴のためにここに来てよかったな。あんな風に喜んでもらえるなんて、旅館の仕事ってすごいね。なんてこと。もうその時が近づいているんです。ウリボー、ミオちゃん。私はここの春の絵の若女将です。